子供の頃、駄菓子屋に売ってた火薬銃、音が鳴るだけ弾は出ないが流行ってて、公園で集まってはみんなで火薬銃を撃ち合ってて遊んでた。ある時、珍しく公園で女子グループが遊んでた。俺たちはいつも通り火薬銃での遊びは始めた。すると女子グループのリーダーがこっちに来て、女子、お前らはうるさいから今日から公園を使うな、出て行けと急に言われた。俺たちが、別にいいだろ、お前らこそ出て行けよと言った。そして言い争っていたら、その女子グループのリーダーの母親が現れた。女子リーダーの母親は、あなたたちうるさいし、ご近所の迷惑になるから出て行きなさいと言われた。周りには自治会の集会所はあったが、家は一軒もなかった。俺たちは、家なんてどこにもないじゃんと反論したら、大人の言うことは素直に聞きなさい、育ちが悪いわねえと言われた。そして後ろにいた女子グループから盛大な回でコール。女子10人くらい足す大人、男子4人。俺たちは黙って帰るしかなかった。次の日、学校が終わり帰りの会が始まった。先生は、では言いたいことがある人はいませんか、言った。すると女子グループのリーダーが俺たちを名指して、昨日公園で銃のおもちゃで遊んでてうるさかったです。私たちが近所迷惑になるからやめるように言ったのに、無視して私たちに銃を向けて、帰れって言われて公園で遊べませんでした。俺たちは、お前らが先に帰れって言ったんだろうが、と言い、俺たちと女子グループで大口論となった。すると先生が、先生、その銃は弾は出るの？俺、いえ、出ません。音が鳴るだけです。先生、公園って、あの S 公園だよね。周りに何もない。俺、はい。先生、男子の皆さんは、女子の皆さんを追い出したの？俺、いえ。追い出されたのは俺たちです。K さん、女子リーダーの、お母さんが来て言うこと聞きなさいって言われて追い出されました。先生、K さん、女子リーダー、本当？女子リーダー、それは。先生、本当なら、悪いのは、K さん、女子リーダーで俺くんたちは悪くないよね。女子リーダー、先生、じゃあ、ごめんなさいしようか。女子リーダー、先生、じゃあ、詳しく聞きますので、俺くんたちと女子グループの皆さんは残ってください。そして、教室に残って、先生に最初から説明。女子グループのみんなは先生に怒られた。それからしばらくして、女子リーダーの母親が講義に来たが、校長先生が、子供たちの問題なので、大人が口を出すのはいかんなものかと、と言って追い返したらしい。